指揮活動中の現場指揮官車現場指揮官車とは、日本の警察が使用する車両の一つ。公安が使用する公安現場指揮官車もあるが、ここでは、機動隊交通機動隊が使う車両について記述する。主に機動隊や交通機動隊などが使用し、活動現場において指揮官などが乗務し、指揮活動や広報活動などを行う車両。赤色灯や、 拡声器などを装備しており、緊急走行が可能である。旧カラーの車両災害現場など、アクロを走行することを想定し、トヨタランドクルーザーなどの大型 SUV を使用することが多い。また、古い車両はカラーが灰色のものもある。機動隊現場指揮官車交通機動隊現場、指揮官車スピーカーや金網を装備した車両ルーフ上には、 格納式の式台が設けられており、そこに乗り式活動を行う。また、登るためのはしごも後部に装備する。大型のスピーカーや赤色灯なども装備している。透析などによる損傷防止のため、ウィンドウに金網が設けられているものが多い。また、フロントガラスの部分を保護する金網が自動で昇降する装置が付けられたものもある。車内にはマイクや無線機、 サイレンアンプやスピーカー操作部などが装備されている。ありがとうございます。